ウラハグサはイネ科に属する日本固有種の植物である。別名をフーチソウ,オウとも言う。葉の色に様々なバリエーションがあり、観葉植物として知られる。学名の箱根クロアとは箱根のクロエを意味し、箱根近辺に多く見られることから名付けられた。枕は長いを意味する。草丈は最大70センチメートルくらいになる。ウラハグサは 葉は本来裏となるべく面の方が上を向いており、表となる部分が下になり、表裏やべこべになっていることから名付けられた。エコネクロアマクラバリエーション。リラは黄金風地層としてガーデニングに使われる。長い補服系を持つ多年生双本。補服系は光沢のある鱗型葉に包まれている。茎は長さ40から70センチメートルで斜めか垂れ下がる。 茎は節ごとに膝折れになり、細くて硬い。葉芯は長さ10から25センチメートル、幅は5から10ミリメートル、表面は色っぽい緑で光沢がなく、裏面は緑色で光沢がある。この葉は、基部でよじれるようにして裏面が上、表面が下を向き、そのため裏面が表面であるように見え、葉の色もこれに対応している。洋芯は洋芯より短く、 端田の部分には微小な毛の列がある。下記は8から10月。花女は円錐花女をなし、茎の先から出て、長さ5から10センチメートルで先端が垂れる。花女の主軸の各節からは、即死が2本ずつ出て、そこにまばらにコボをつける。コボは、黄緑色、時に紫を帯びて、長さ1から2センチメートルで、5から10個の両性小花を含む。 二枚の包み絵は森絵より短く、それぞれ大きさがやや異なる程度で一から三脈を持つ。小花の基板が柄のような形に伸びて、長さ2ミリメートル、そこに長い毛を生じる。森絵は長さが6から7ミリメートルで、二つ折り状態で小花全体を包む。三脈があって円にまばらな毛があり、先端は両側に小さな2葉があって、 その間から直立するのぎが伸びる。棒の長さは森への1、2から4、5に達する。内へは森へよりやや短い。日本固有種で本州の太平洋岸地域、神奈川県から和歌山県にかけて分布する。山間部落葉樹林地域で谷沿いの岩の上に群生し、垂れ下がって群生する。分布域内での生育数は少なくない。本州は 本族唯一の種であり、裏ハグサ族は短型族である。小花の基部が殻のようになって、長毛を持つ点は、ヨシ族と共通する点であり、この種をヨシ族に含めた例もある。ただ、ヨシ族ではその長毛が白くて小ぼを包むほどになるが、この種ではそこまで発達することはない。なお、この種を親族であると認め、命名したのは、牧野富太郎である。 彼は1912年に和文で1914年に英文でこの学名を用いたが記載が欠けていた。そのため1930年に本田正次がラテン語の記載文を書いた。そのため日本では古く和族の記載者を牧野都市、国外では族の記載者と種の記載者をも本田とする例もある。長田はこの種の記載者については マキノエクスホンダとすべきと述べている。葉が裏表になる点、頑丈に群生する点などで独特ではあるが、ほのない段階では、ヒメノガリアスがそれらの点で共通し、分布域もしっかり重なる。ほが出れば、区別は明確だが、葉だけの状態でもヒメノガリアスは、根茎が短いこと、恥下が、はっきりと存在することなどで区別はできる。ほが出れば、 ヒメノガリアスのコボは5ミリメートル程度と、はるかに小さい。ありがとうございます。